問題 A、赤、緑、青のペンが売られている。それぞれの値段が入力される。一つ嫌いな色があり、それ以外のペンのうち安い方を買う。どんな状況？いくら払う？if で地道にやるしかないかな。無理にエレガントに書こうとすると小難しくなりそうだな。初心者は、min で if 文を減らせることを覚えてほしい。C++ のコードは説明欄にあるぜ。問題 B、平面上の三角形の頂点の座標が与えられる。これが直角三角形か判定しろ。とりあえず角 A が直角かどうかは、AB と AC の内積が0かどうかでわかるね。あとはこれを B と C でもやれば OK。三平方の定理が使えることに気づくなら、それでもいいぜ。こっちの場合、ルートが不要なことに注意してほしい。問題 C、N 個の変数がある。それぞれ、指定された範囲内の整数の値を取る。これらの合計が0になることはあるか？イエスの場合、合計が0になるような値の割り当てを一つ作れ。N は最大20万、各範囲はプラスマイナス10億の間。とりあえず、全部最小にした状態から始めるよ。合計がマイナスだから、とりあえず最初のやつを最大まで持ってく。まだマイナスだから、2番目のやつも最大まで持ってく。行き過ぎ。ってことでこれをちょっと戻したやつを答えるよ。基本的には今のをそのまま実装すればいいが、数値が大きいので1ずつ増やしていく暇はなくて、いくつ増えるか一発で計算する必要があるが、min が便利だぜ。問題で、頂点と辺にコストのついたグラフがある。このグラフ上を移動すると、通ったすべての頂点と辺のコストの合計がかかる。各頂点に頂点1から到達するのに必要な最小コストを求めろ。頂点も辺も最大20万個、コストは大きい。頂点にコストがなかったら、ダイクストラやるだけだね。ダイクストラ法ってのは、正真正銘これ、お得方法だぜ。初心者は、まず幅優先探索をかけるようになってほしい。それからダイクストラ法を見れば、どうにかなるだろう。今回のに戻るよ。要するに頂点のコストさえなければダイクストラが使えて、頂点をそれぞれ2つに分割すれば OK。間の辺に頂点のコストを移植できるね。問題、時間が尽きてきたので巻きでいくぞ。整数の列が与えられる。順番を変えずに一部を取り出して等差数列を得る方法を、取り出す長さごとに数えろ。取り出す場所が違ったら区別する。数列の長さは最大80、各要素は大きい。とりあえず時間を気にせずに再起で解いてみるよ。等差数列だから、最初の2個を決めると次の値が決まるね。どれにするかは全部試しちゃう。これで普通に再起できて、あとはメモ化すれば時間も OK なはず。もちろん最初から動的計画法でもいいぜ。問題 G。F は？文字列一つと、探索対象の文字列が大量に与えられる。探索対象が最初の文字列にそれぞれ何回現れるか数えろ。最初の文字列の長さと探索対象の合計の長さは50万まで。サフィックスアレイっていうこれよーみたいなデータ構造があって、その上で二分探索。ご視聴ありがとうございました。